こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて皆様、マスク手に入っておりますでしょうか。いや、なかなかね、マスク手に入らないんですよね。開店前っていうか、開店と同時にね、あのお店に並び始めて、でもう夕方行くと絶対買えないっていう状況から、あのお店側もいつ出すかわからないような状況になって、そうするとね、たまにこうふっと行った時にマスクが出て、おラッキーなんてね感じで買える時もある次第でございます。まあセーフマスクもいつ届くかわからないような状況ですし、まあ、なかなかね、マスク手に入りづらいということで、今日なんでこのねマスクのお話をしているかというとですね、まあサージカルマスクね手に入らないときはさ、じゃあどうすればいいかといったら、まあ当然ながら布マスクを使うと、手作りするしかないわけでございますよ。お前のチャンネルでどんな布マスクやるのっていう話でございますよ。でね、まあちょうど今連休明けに撮影をしているわけでございますが、連休中というかね、まあ連休前からちょこちょこといろいろとアイディアは思い浮かんでいてはいたんですけど、まあなかなかね実行に移す機会がなかったということで、このね連休中に作ってみましたよ。布マスク頑張りました。制作期間はまあ2日弱ぐらいでございます。まあ今まであったねものを転用したりとかいろいろするだけでしたので、手数としてはそんなにかかっておりません。でも早速ね布マスクできておりますので、そちらをご覧いただきたいなと思う次第でございます。では布、こちらが作ったマスクでございます。はい、こちらが、制作した布マスクでございます。まあ、といってもまだマスク部分はつけておりませんので、まあ、パッと見ただの半方でございます。ちょっとね改良点からまずお話をしていきましょう。パッと見はというか、まあ、ほぼほぼ全部半方でございます。ちょっと大きめにわざと作ってます。布が入るような関係がありまして、あと本来でしたらこのね側面のここのところにこう引っ掛ける用のあの紐が来るんですが、今回はですねここに紐つけておりません。この部分ですね、ここに紐がつくんですけど、でどこに紐があるかというと、紐自体はついてるんです。どこにあるかというと、このねここですよ。ここ内側からすると、ちょっとね内側ちゃんと手入れてないんであれなんですけど、この部分に紐を持ってきております。ここに布マスクをはめて、装着することによって、きちんと布マスクとして使える、部分に見えますけど、マスクでございます。ということでね、まあ、早速ねちょっとどうやって布をつけていくかというのをやってみたいなと思う次第でございます。じゃあちょっとアングル切り替えます。はい、基本的には、まあ、ちょっと布があるんですけど、あのハンカチの布マスク、ハンカチマスク、作り方はそれと同じ感じです。まあプリーツの部分をねまずこうやって作りますよ。で作ったら、これゴムがないのでゴムなくてもね装着できるんですよ。だから何って言われるとそれまででございます。いいんです、遊びで作ってるんです。でここにこのね布をかませます。かませたら、先ほどのね紐の部分をきちんとこうやって、あとは両サイドに出たやつをこうね中にきれいに折りたたむわけですよ。こんな感じですね。でこれをつけていきます。じゃあまたアングル切り替えます。はい、ではつけていきますね。これをあとは普通にマスクつける要領でつけ、マスクというか方当てをつける要領でつけていきます。ちょっとね布のサイズがまだきちんと分かってないので、大きさがなんとなくなんですけど、こうしてこの口の金のところを使って後ろに引っ張るわけですね。あとはちょっとこの鼻のとこきちんと隠してあげれば、はい、こんな感じでねマスクつけることができました。いや、方当てってなんとなくねマスクにならねえかななんて思ったんですよ。でもう完全にねこうくっつける綿棒タイプのものでもいいかなと思ったんですけど、それだとなんかマスクしてるっぽくないななんて思って、今回こんなものを作ってみたわけでございます。まあ日常的につけるかと言われるとちょっとまたそれはそれで別問題ですけどね。ちょっとまだ布が大きいんでね、ちょっとまだきついかな。もうちょっと僕より顔のちっちゃい方だと多分これちょうどいいかなと思うぐらいでございます。
ちょっと熱いんでね、外します。はい、というようなね、マスクでございました。なんで作ったのって言われると、もうそれまでの話ではあるんですけど、まあ、なんとなくね、マスクって海外の方のね、マスク見てると、なんかちょっといろいろね、こういう面白いのが出てきたりして、いや、これなら日本人も頑張れるんじゃねと思って作ってみた次第でございます。まあ、使うか使わないかで言うと、多分使わないかなというものでございます。まあ、そのためにね、この側面のところに穴を開けてありますので、普通にも使えるというものでございます。壁にかけとけれるようにはなっておりますので、展示用に転用されるんじゃないかなというふうに思う次第でございます。